平山金十郎明治三十四年九月一日、武蔵国出身で江戸地に移住。函館戦争直前に八王子仙人同心出身者らと五両閣を襲撃するクーデターを計画したが未遂に終わった。旧姓、清水。名は慶作。天保十年、武蔵国小梅村の魚問屋に生まれる。藍津若松の親戚、清水東江門の下で育つ。 七十役総演を作った、栗本常運の書生となり、京平寄宿所の指導など、函館奉行所の仕事に従事する。文久2年、峠下村の平山栄次郎の娘、鉄の婿となり平山姓となる。平山栄次郎は、伊賀社の家系である江戸の建閣、平山構造の、また重廷で養子。江戸地に移住し、峠下に入職した八王子仙人同心の指定を、 教育する私塾を開いていた。大政奉還の後、江戸地は、函館府が治めることとなり、五稜郭で、府知事、清水谷金なるが政務を取っていた。これに対し、平山は、南部出身の老人、花輪五郎、八王子仙人同心出身の渡辺元長、馬場正ルらと、五稜郭を襲撃し、清水谷知事を捕虜にする計画を立てる。慶応四年七月五日、 結構予定であったが、直前に渡辺元長が内通し、函館府兵に検挙される。花原は捕まったが、平山は逃亡、峠下の山中に潜伏する。その後、函館戦争で旧幕府軍に加わり戦うが、敗戦後に小舟で江戸地を脱出し、仙台、江尻を転々とする。明治7年、70に戻り、峠下に寺小屋を開く。 明治34年9月1日、峠下の高田勘九郎宅で死去。去年63、七重町峠下に墓がある。ありがとうございます。